なんだよみんなクリスマス楽しみやがって。なんだい。おくろちゃんです。わーわーわー。来たしんよ来たしんよ。福岡来たしんよ。すごいよね。これが夜になったらきらびやかに光るんでしょ。みんなね恋の花が咲くんでしょうね。なんだよ本当に。幸せになりたい。なってください。福岡県民と触れ合いながらお題となる自慢を探すこちらの企画。ロケでは県民が秘めている自慢を身近な町内放送のように披露してもらいます。わが町自慢バリハヤ町内放送。自慢はこちらです。じゃん。世界記録樹立、日本初のバク転教室、ギネスってこと。え、すごくない。クロちゃんじゃ分かんないから町の人に聞きましょう。行くしんよ。幸せな人には声かけないからね。嫉妬してる。早速聞き込みスタートです。ちょっと優しいのから声かけていい。ちょっといいですか。これ今探せるんですけど、うん、知ってますか。分かんないです。分かんない、はい、初めて聞きました。本当。ちなみになんか自慢できることってありますか。クラシックバレエを16年間今続けて。すごいじゃん。え、今も。今も続けて。クラシックバレエの魅力って何ですか。言葉にできない表現を体とかで表現するので、うん、結構楽しいです。演奏の方ごめんね、サボトラなんかさ、この格好させられてさ、いや、思いました、ちょっと寒そう。そう、楽しいことがもう本当にこういうことしかないのよ。誘われてるかって自分で入ってきて着させてもらってもいいですか。いや、ちょっと、ごめんなさい。気持ちだけで気持ちだけじゃないのよ。カップル、すいません。ちょっと今お時間ありますか。すぐ終わるんで。これが自慢だっていうところがあるらしいんだけど、はい、知ってる。いや、自分はあの石川から観光で来たんで。観光か。全然知らないです。え、ちなみに今何やってんの。今本当新婚旅行中で。新婚旅行。はい。二人のなんか自慢できることってありますか。めちゃくちゃ仲いいです。おい、仲良かったらちょっとハグしてもらっていいですか。ハグ。うわあ、はい、羨ましい。以上です。じゃ以上です。いや、こちらから以上で中継じゃないですよ。ありがとうございます。なんか幸せそうな人を見るとなんだろうね、その時は楽しいんだけど過ぎ去ってた時にすげえ寂しくなるね。ちょっとよろしいでしょうか。世界記録樹立、日本初のバク転教室っていうのを今探してるんですけど、はいはいはい、知ってますか。あ、今の感じなんか知ってた。え、あ、そう、え、前働いてた職場の近くにありました。おお、友達が、はい、バク転の体験とかに行ってたんですけど、めちゃくちゃ有力な情報じゃん。やっときたやっときた。多分友達が確かバク転だったと思います。引き岡市東区。おお、正解なの。はい、結構大きい建物でやってたような感じが。ここかな、言ってたところだよね。と聞いてみましょうか。こっからでいいのかな。すいません、あ、おはようございます。すいません、この世界記録樹立、日本初のバク転教室っていうのはこちらで間違いないですか。はい、そうです。合ってた。ちなみになんですけど、はいはい、この世界記録樹立したこのバク転教室っていうのは分かったんですけど、はい、何で樹立したんですか。はい、最多人数での同時バク転で世界記録を樹立しました。同時に、うん、東京、千葉、福岡を拠点に活動する体操教室バーサル。20年前、日本初のバク転教室を開き、今月12日、創立20周年を記念して、ここ福岡で161人同時バク転を達成し、世界記録を打ち立てました。習得率 70% 超えということで、クロちゃんも挑戦したんですが、いきます。はい、はい、伸びる。あれ、はい、いや、むずいよこれ。やっぱさ、できると思ってやったけどさ、今多分カメラで置いてないと思うけど、俺頭打ってたからね、ここで。これさ、時間がさある中で何日かかけてとかね、分かんないけどさ、あのものの30分ぐらいで練習するもんじゃないから。わかりました。そしたら、あの、うちがあのスタントマンをですね、こう養成しているんで、そのスタントマンやってみたらどうですか。
あ、僕から諦めスタントマン、はい、スタントマンこそ修行する、より大変そうだね、はい、僕でもできますか。あ、できますね。あ、じゃあなスタントマンの方やりましょうよ、はい、だって僕リアクション芸人だから、はい、スタントの方が多分、ね、合うと思う。スタントマン養成所というもう一つの顔を持つワーサル、実は西日本で行われる交通安全教室のほとんどを担当しているんです。あるね。クロちゃんはどんなスタントに挑戦するんでしょうか。難しそう。お願いします。え、怪我せんよ、うん、危ない危ない。え、なになになに。わー、すごい。え、それやるの。したらただのもう事故。え、大丈夫？はい、全然大丈夫です。さすがプロ。無理じゃん。無理じゃん。引かれてるじゃん。これやんの？はい。はい。現役スタントマンから体の使い方を学んだクロちゃん。バク転失敗の雪辱を果たせるか。いよいよスタントに挑戦です。もう。もうやるの。お願いします。おりゃー、気をつけてね、気をつけてね。よいしょ、あと打ってみよう。来た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 来え、どんなんのこれ。何の事故だと思う。クロちゃん側が悪いけど。え、どうでした。だけどいや、でもあれで勢いさえあれば完璧です。はい、勢いやな、はい、形は綺麗だったの。どんな表情なの。どっちか教えてよ。まあ悪いことはないけど、まあ良くもなかったのじゃないのよ、本当に。もうなんなん。